ビーフオンウェックはニューヨーク州西部特にバッファローで主に食べられているサンドイッチ。カイザーロールにアラシオとキャラウェイシードを振りかけたクーメルウェックロールと呼ばれるパンでローストビーフを挟んだもの。具の肉はレアに焼いた薄切りを用い上に乗せる側のパンは肉汁に浸してホースラディッシュを塗るのが昔ながらの作り方である。起源と歴史ははっきりしていない。 一般に信じられているところでは、ニューヨーク州バッファローに住むウィリアム・バーという、ドイツ人パン屋がクーメルウエッグロールを作り出した。バーは、ドイツのシュバルツバルト地方から移民してきたと考えられており、シュバーベン地域で死者への供物とする特別なパン、シュバービシェゼーレを発想のもとにした可能性がある。これは、塩とキャラウェイシードをかけたバゲットのような、細長いロールパンである。 その後、塩辛いクーメルーエッグは、ドリンクの注文を増やすだろうと考えた地元のパブ店主が、サンドイッチに使って、ビーフオンウェッグを作り出したと言われている。荒塩とキャラウェイシードを振りかけて焼いたクーメルーエッグ、ロールは料理名の由来であり、独特な味わいのもとでもある。言語のドイツ語では、キンメルがキャラウェイを、ウェッグは、プファルツ、ザールラント、バーデン、シュバーベンからフランケンなど、 ドイツ南西部の方言でロールパンを意味するというのが一般的。ただしアメリカでビーフオンウェックに用いるパンはドイツの標準的なキュンメルベックより柔らかくふんわりしている傾向がある。低温で調理したレアのローストビーフを包丁で薄く切り半分に切ったクーメルウェックロールに乗せて作るのが一般的。上に乗せる側のパンは 切断面をローストビーフの肉汁に浸すことがある。すりおろしたホースラディッシュが用意されるのが普通で、好みにより上のパンに塗る。ビーフ・オン・ウェックはニューヨーク州西部、特に発祥地バッファローで長年人気を保っており、同市からの移住者によって他の地域にも伝播してきた。2002年に p b s が放送した特番サンドイッチズ・ザット・トーウィル・ライクをはじめ、 料理番組でもたびたび紹介されている。ボビー・フレイやアンソニー・ボーディンなどのシェフはビーフ・オン・ウェックやそのバリエーションを自身の番組で取り上げている。アメリカのレストランチェーンバッファロー・ワイルド・ウィングズの創始者はニューヨーク西部に住んだことがあり、当初の店名はバッファロー・ワイルド・ウィングズウェックだった。三つ目の W は1998年に削除されたが、 元のままの略称を使う者も,もいる。同チェーンは、ビーフオンウェックを改良した、サーティフィフスウェックサンドイッチを提供していた。グルメサイト、デイリーミールは、あなたの知らない、人生が変わる12のサンドイッチと題する記事で、ビーフオンウェックを、夢が詰まっているのさ、と言いたくなる、ローストビーフサンドイッチと評した。ありがとうございます。